ナチスドイツによるチェコスロバキア解体。ナチスドイツによるチェコスロバキア解体は第二次世界大戦直前の戦艦期に国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党政権下のドイツ、ナチスドイツが主導して中央のチェコスロキアを分割、消滅させた一連の過程を指す。特に過程の一部として行われたドイツに対するズデーテン地方の割譲はズデーテン割動。 または、ズデーテン併合ズデーテン併合と呼ばれている。チェコスロバキア解体は、ドイツ、ハンガリー、ポーランドに領土を分割させられる1938年の第一段階と、独立運動を激化させるドイツの作動で、スロバキアカルパトウクライナとベメンメイレン保護領に分裂して消滅されられる1939年の第二段階からなる。 現在のチェコの領域にあたる、ボヘミア・モラビアは、ボヘミア人、チェコ人が大多数居住していたものの、神聖ローマ帝国以来のドイツ人支配地域であった。しかし、第一次世界大戦において、チェコスロバキア主義を掲げたトマーシュ・マサリクラの、独立運動ベルサイユ条約及び、サンジェルマン条約、トリアノン条約によって、ボヘミアとモラビアには、 チェコスロバキア国家の成立が定められた。また、ボヘミアの周演部には、ドイツ人が多く住んでおり、この地域をズデーテン地方として、自治を求めるズデーテンドイツ人等などの政治運動が活発になっていた。チェコスロバキア政府は、ドイツ人の勢力拡張を恐れ、ドイツ人を公務員に登用しないなどの措置をとっていた。これは、ドイツ人にとって不公平な取り扱いであり、 ズデーテンドイツ人の反発は強まった。1918年、オーストリア・ハンガリー帝国は第一次世界大戦に敗北し、領域内からチェコスロバキアが独立した。しかし、同時期に独立したハンガリー民主共和国とスロバキア・カルパティルテニアの領有をめぐって争いがあった。スロバキアとカルパティア・ルテニアは北部ハンガリーと呼ばれ、 ハンガリー王国の歴史的地域であった。一方で、チェコスロバキア大統領トマーシュ・マサビクは、スロバキアの連邦参加求めていた。さらに、ルーマニア王国もハンガリー領トランシルバニアの領有を狙っていた、大ルーマニア。両国は、ハンガリーとの国境地帯に軍を配置し、ハンガリー政府に圧力をかけた。1919 19年3月、ハンガリーでは、 クンベーラの率いるハンガリーソビエト共和国が成立した。クンベーラの共産主義政権は民衆の支持を得られず、ハンガリーは混乱した。これを後期と見て、4月にはルーマニアがハンガリーに侵攻したハンガリールーマニア戦争。一方、6月には海軍大将ホルティミクローシュが放棄し、南部にハンガリー政府を建設した。8月にはルーマニア軍によって、 ハンガリーの首都ブダペストが占領され、ハンガリーソビエト共和国は倒れ、クンベーラは国外に逃亡した。ホルティの政府が後継のハンガリー政府となったが、ルーマニア軍は撤兵に応じなかった。11月、ルーマニア軍はトランシルバニアの活動を条件として撤兵した。連合国はハンガリー問題を解決するため、1920年トリアノン条約による 領域確定を行った。これは、第一次世界大戦の講和条約でもあり、動乱の続いたハンガリーはこれを受け入れるほかかった。その結果、スロバキアとカルパティアルテニアはチェコスロバキアに、トランシルバニアはルーマニアに、クロアチアはセルブクロアートスロベーン王国に、ブルゲンラントはオーストリア共和国に割譲させられた。領域の大半を失った。 ハンガリー国内にはチェコスロバキアに対する敵外心が生まれ、スロバキアとカルパティアルテニアの脱会を目指すようになった。シレジアはセイバーツラフの王冠処方の一つとして、チェコにとっては歴史的な領有権が主張される地域であった。オーストリア・ハンガリー帝国は地域の民族性に従って境界線を置いており、戦後連合国は オーストリアの行政的区域としてのシレジアとモラビアの間にポーランドチェコスロバキア国境を設定する予定であった。しかしテッシェンは両地域の境界に存在しており、全体の貴族は曖昧であった。1918年12月、ポーランドは議会の選挙を行ったが、テッシェン地域でも選挙を行うことを告知して、テッシン全体の領有を規制事実化しようとした。 ポーランド軍が鉄線付近に展開したため、1920年1月にチェコスロバキアはポーランド軍の撤退を求めて最後通帳を行い、戦闘状態に入った。戦いはチェコスロバキア優位で動き、2月5日に休戦した。休戦後、両国は連合国の12人委員会に仲裁を依頼したが、連合国は 両国で解決するべきと仲裁を行わなかった。しかし交渉は決裂し、9月には再度10人委員会に調停が求められた。10人委員会は住民投票での決着を決定し、1920年3月に戒厳令が敷かれる中投票が行われた。しかし無公表が多かったため5月19日に再投票が行われたが、投票期間中に暴動が起きて、 投票は無効となった。十二委員会は、投票による決着を諦め、テッシェンに流れる川を境界として分割することが、決定された。以降、テッシェンは、チェスキー、チェシーンと、チェシンに分割され、ポーランドは、全体の領有を目指すことになる。チェコスロバキアとルーマニアは、ハンガリーの報復を恐れ、ユーゴスラビアと小教賞を結成して対抗しようと、した。また、 チェコスロバキアは1924年にはフランスと1935年にはソビート連邦と相互援助条約を結びドイツにも対抗しようとした。1938年3月念願のオーストリア併合を達成したヒトラーは次の領土的野心をチェコスロバキアに向けた。そして4月には対チェコ作戦コードネーム緑の剣が立案され、 次のように軍に指示した。上のような公文書を出した後、ヒトラーは行動を開始した。彼は、チェコ国内のドイツとの国境沿いの地域に、多数のドイツ系住民がいることを、対チェコスロバキア戦略の重要なコマとた。まず、オーストリア併合によって勢いづいている、ズデーテンドイツ人に、ドイツ本国から大々的な支援を送り、自治運動を展開させた。さらに、 宣伝機関によって圧迫されているズデーテンのドイツ人という宣伝を国内に流しドイツ世論をも勢いづけた。しかしチェコスロバキアはドイツの動きを察知すると軍の動員を行う強硬姿勢を見捨てた。ドイツ国防軍の見通しも慎重であったためヒトラーは一旦進攻を見送った。しかしこのことで小国チェコスロバキアがヒトラーに勝利したという 新聞報道が各国で行われ、ヒトラーをチェコスロバキア問題への対応に借り立てることになったという観測もある。ヒトラーは戦術を転換し、チェコのベネシュ大統領個人をドイツとチェコの障害になっているのは、ドイツ人の民族自決権を認めようとしない、チェコ側の態度であるとした同活的縁を繰り返した。さらに、事態をこのまま放置しておけば、ヨーロッパ中が、 チェコの眼鏡の巻き添えを喰らうことになるなどと、ラジオと映画をフルに使って、恐怖を煽り立てた。そのためずれ点危機は、欧州の重要な問題となり、ヒトラーが対チェコスロバキア戦線を行うという観測が強まった。9月6日からは、ニュルンベルクで、ナチス党の第10回党大会が数日間にわたって行われることになっていた。9月12日には、 ヒトラーの演説が予定されており、この期に戦線布告を行うのではないかという報道が駆け巡った。9月7日、ズデーテンドイツ人党党首、コンラートヘンラインは、対チェコスロバキア政府との交渉を断絶する通告を行った。12日、ニュルンベルク党大会でヒトラーは次のような演説を行った。と述べ立てた。このようにヒトラーは、ベルサイユ条約が、 敗戦国に押し付けた理屈をうまく逆用し、戦争の危機を回避しながら、同活外交を続けた。イギリスの首相チェンバレンが、ドイツ側の要求をほとんど飲むことで、戦争の危機を回避しようとしているのを、ヒトラーは見透かしていたため、さらに次々と要求を釣り上げていき、最終的に、チェコスロバキアに全面降伏を迫った。チェンバレンは、朝廷に動き、 ヒトラーと会談した上で、チェコスロバキア政府に屈服を強要した。9月21日、チェコスロバキア政府は屈服しずデー点の活動交渉に応じた。9月22日、かつて、チェコスロバキアにスロバキアとカルパティアルテニアを奪取されたハンガリー王国が、両地域の活動を要求した。さらに、ポーランドもテッシェン全域の活動を要求し、動員を行った。 同日にチェンバレンと会談したヒトラーは、両国の問題も同時に解決しなければならないとして、交渉を拒否した。ヒトラーは、ズデーテンの即時併合とズデーテン地域の動産を望んでおり、時間のかかる国境確定交渉は望まなかった。ヒトラーは29日を期限とする最後通告を行った。ここに至ってチェンバレンはチェコスロバキアに動員を許可し、 フランスも動員を行った。しかし、イタリア王国のムッソリーニが仲介に動いたために、最後通告の期限は延長され、29日にミュンヘンで独仏営意の首脳会談が行われた。会談の結果、ヒトラーの要求は、ほぼ完全に通り、チェコスロバキアは、図テン全域を10月10日までに、ドイツに明け渡すことが決まった。また、 ハンガリーとポーランドの要求地域は人民投票によって帰属が決定されることになった。ベネッシュ大統領はロンドンに亡命し、エミール・ハーハが後継大統領となった。以降の政府はチェコスロバキア第二共和国と呼ばれる。チェコスロバキア国内には政府に対する失望感が広まり、民族運動が激しくなり始めた。ポーランドは協定に応じ、 テッシェンを人民投票によって獲得したが、ハンガリーは応じなかった。ハンガリーはチェコスロバキアへの侵攻をほのめかしたが、ミュンヘンで英仏に見捨てられたチェコスロバキアがすがる相手はもはやドイツしかなかった。チェコスロバキアとハンガリーはドイツとイタリアの裁定に従うと声明した。11月2日、ウィーンでスロバキア南部とカルパティアルテニア南部のハンガリーへの割譲が決定された。 しかし、領域を分断されることになるスロバキアとカルパティアルテニアでは、民族運動がさらに激化し、11月9日、スロバキアでは、ヨゼフティソ、カルパティアルテニアではを主犯とする自治政府が成立した。このため、ハンガリーへの割動は実行されず、ハンガリー側にも不満が募った。激化する民族運動を抑えきれない。 チェコスロバキア政府は1939年1月、ドイツに協力要請を行った。しかしドイツ側の交換条件は過熱を極め、チェコスロバキア政府は支援を諦めざるを得なかった。チェコスロバキア政府は弾圧に転じ、3月6日にはカルパティアルテニアの自治政府、3月9日にはスロバキアの自治政府を解散させた。ヒトラーはこの機に、 チェコスロバキアを制圧することを決め、3月13日にスロバキア自治政府のティソをベルリンに呼び寄せた。ヒトラーはティソにスロバキア独立の宣言とドイツによる保護国化を要求し、拒否すればドイツ軍が介入すると脅した。ティソは欧奪し、3月14日にブラチスラバでスロバキア共和国独立が宣言された。同日、カルパティアルテニアも独立を宣言し、 オロシンを主犯とするカルパトウクライナ共和国が成立した。しかし、ハンガリーがこの木を捉えてカルパトウクライナに侵攻を開始した。チェコスロバキア大統領エミール・ハーハはドイツに支援を求め3月15日にベルリンの総統官邸を訪問した。しかしヒトラーからの提案はチェコスロバキアからドイツへの併合用成分への署名であり、すでに ドイツ軍への侵攻命令を下したと同括した。心臓病を抱えていたハーハは卒業したが、医師テヨドール・モレルの共振剤注射で蘇生した。ハーハは、チェコをドイツの保護国とし、事実上併合させる宣言文に署名し、ここにチェコスロバキア共和国は消滅した。同日午前6時、チェコスロバキアのボヘミア・モラビアにドイツ軍が侵入し、 3月16日には、スロバキアにも侵入した。カルパトウクライナも同日ハンガリーによって並行され、3日で消滅した。3月17日、イギリス首相チェンバレンはドイツによる、事実上のチェコ併合を不当なものであると激しく、非難し、我が国は戦争は、無分別なものであると信じるが、かかる挑戦に対しても無気力であると想像するのは、 激しい間違いであると抗議したが、実力行使には出なかった。これを、イギリスの優和政策が続くものだと理解したヒトラーは、21日に、ポーランド外相ユゼフ・ベックに、ダンツヒージユート氏の割上を求めるなど、ポーランド侵攻の準備やリトアニアのメーメル併合といった、領土拡張政策を進めることになる。 一方でハンガリーはなおもスロバキア全土を要求し、3月23日が発生した。戦いは1週間ほど続いたが、ドイツの朝廷によって、ウィーン裁定の結果通り、南部スロバキアのハンガリーへの割譲による講和が決まった。ドイツの占領下に置かれたボヘミアとモラビアは、米面命令保護領となり、過酷な統治が開始された。 第二次世界大戦勃発後の1940年には、ロンドンでベネシュを主犯とするチェスロバキア亡命政府が成立し、連合国の一員として戦争に参加した。1945年、ドイツの降伏後にチェコスロバキア亡命政府は帰国し、給料の大半を回復したが、カルパティアルテニアは、ウクライナソビエト社会主義共和国ザカルパッチャ州として、 ソビエト連邦に併合された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。